ベタベタすんな。離れてみろ。あれ、どうしたんだろう。僕なんかとってもあったかいや。誰なの？なんで泣いてるの？この卵焼きはなかなかですな。浅漬けの浸かり方もほどほどでいい。アサリの味噌汁もいい味出てますね。まあどうも。海苔の佃煮ないですか？ああすいません、ちょうど切れちゃって。こんな美味しいです。アサリの砂に気をつけませんリゼル。だからなんで馴染んでんだよ。パパですから。お前ら平気なのかよ、こんなの。ほら、うん、親に向かってお前らとは何だ。改めろ。そういう問題じゃねえだろ。いや、国家の存亡に関わる由々しき問題と。遅刻するからもう行くわ俺。あれ、どこ行くの？学校だよ。学校？まったく、あいつらは。旦那様。なんだお前。私も行く。行くってどこへ？学校っていうところ。リゼル、いいことしてやるからもうちょっと近くに来い。なになに？ねえ旦那様、いいことってなに？ねえ旦那様。お前は死ねばいい。ちゃん早かったわね。旦那様が投げてくれたから。まあよかったわね。何してるの？お洗濯よ。やってみる？はい、面白そう。汚れのひどいところはこうやって先に手洗いしとくのよ。先に手洗い、手洗い。そうそう、うまいうまいリゼルちゃん。そういえばリゼルちゃん、どうして友のりを選んだの？おへん、私と旦那様は運命の赤い縄で縛られているの。やるなこいつ。そう、赤い糸で結ばれてるの。はい、あの子はあれで結構照れ屋だから。おへん、これからお互い分かり合ってうまくやってよね。好みとかよく調べてさ。はい、私も可愛い娘が欲しかったのよ。旦那様の好み、そうだ。はい、注目、こっからが大事だぞ。
よく聞いててね。なんでそんな顔してんだよ。しておけば二次関数なんて全然平気だから。なんでそんな胸してんだよ。このグラフを見てね。いいかな。なんで年上なんだよ。なんで。いわきくん、うん、他のこと考えてたな。別に。じゃあ今のお答えをどうぞ。悪いけどつまんねえから帰る。あ、どうしたの岩木くん。旦那様、旦那様、どんなの好きなの。旦那様、サクセイサクセイ好きなもの。何これ。うわ、強烈。忘れられない初靴下の匂い。いけないいけない、散らかしたらちゃんと片付けとかないとね。写真発見。旦那様こういうのが好きなんだ。調査完了。はーいはーい。パパへちょっといい。ん、あのね、ここに書いてあるものが欲しいんだけど。何に使うのかな。わかった。じゃあ、私体をきれいにして用意してるね。待ってってね、旦那様。してていいのよ。旦那様。なんでお前が。だって私は旦那様の妻だもの。ずっとこうしていようね。やめろ。私は人妻となるに。ごめんね、岩木くん。待ってくれよ。旦那様。夢か。せっかくいいとこだったのに、なんであいつが出てくんだよ。邪魔しやがって。そうきましたか。おお、どうだった。買ってきたものは全部渡しました。あとは大丈夫だから出て行って。とあんなもので一体何をしようとしてるんだ。ただいま。ったく勝手に散らかしやがって。旦那様、旦那様。なんだよ。私旦那様の理想の女の子になったよ。なんだよそれ。本に挟んであった写真見たの。写真。お前これ見たとか。見たら絶対びっくりするよ。旦那様の好み通りだから。これは別に好みなのか。じゃ、いくよ。じゃじゃーん、見て見て旦那様。どう？なんだその格好。だから旦那様の好みだよ。ええお出かけするの旦那様。荷物だよ。誰がどう見ても荷物だろ。喋ってますけど。喋る荷物だ。国民の特急便で頼む。でも CM で何でもお届けって言ってたのは嘘だったとか。ただの喋る荷物の一つも届けられないとかよ。できますと。プロの技を見てなさい。Yeah!
して。よくわかんないけど、それだって面白かったよ。面白かったじゃねえって、もう。それよりもう一つあるんだよ、旦那様の好み。何？やっほーしな、なんてね。なんで俺の好みがセーラー服ブルマの縛りや裸エプロンなんだよ。だってここの本に挟んであった写真と同じ格好だよ。ここの本なんだこの写真は。ね、そっくりでしょ私。旦那様。誰だよ、こんなもん俺の本棚に隠したのは。待って、旦那様。親父か。これはその手の雑誌からスキャナーで取り込んで写真風にプリントアウトしたもんですね。奥さんに見られるとややこしいから智則くんの部屋に。そういうご趣味ですか。いやまあその、はい。自分とこしまっとけよ。まったく、あっとっと、バカだね。まったく気の迷いだ。すぐ捨てる。ヴィゼルちゃん。はい。こういう風に男ってのはバカなもんなのよ。でも一応この人にも取り柄はあるわけ。いや、要はバカなとこしかない男をつかまされるか、それだけじゃない男を選ぶかってことよ。はい。智則はまあどっちかしらね。知らなかったんだこと。しかし今時はどこででも安易に手に入りすぎですな。まことにけしからん。我々の時代はそれこそ決死の思いだった。今は何でも見せすぎて、かえって人はささやかな幸せを失っている気がします。確かに諸見えもいいが、チラリズムこそスケベの本道。つまんねえことで盛り上がってんじゃねえ。まあまあいいじゃない、もうお夕飯よ。おいしそう。いつまでんな格好してんだよ。あ、ダメなの。お前があんな格好したって全然カレッキシの一つもこれっぽっちもそそられねえんだよ、バーカ。中学3年、どうも。ああ、リゼルのことどう思ってるかだ。なもん大迷惑以外の何もんでもねえぜ。大敵大迷惑。リゼル、だーま、まだ泣くな。ええ、俺がやるのかよ。ああ、岩木智則中学3年、どうも。好みのタイプだと。まあ、年上の女かな。大事なもの、写真じゃなくて、自転車だな。結構大事にしてんだぜ、俺のサンダードラゴン3号。あ、リゼルのことどう思ってるかだ。でも大迷惑以外の何者でもねえぜ。大迷惑。リゼル、スタート、まだ泣くなー。